おじいちゃんね、腰がちょっと痛くなっちゃった。今日はハルクに任せよう。うん、そうしようね。任せろ、今日は俺がやってやる。俺様を粉々にしたらお前の勝ち、粉々にできなかったら俺の勝ちだ。うわうわ。ごきげんよう、タコッポドです。今日もね、ティアダウンやっていこうと思います。さあ、ついにこの世界にハルクがやってきてしまいました。しかも腕とかが動くんだよね。恐ろしいなぁ。まあ、今回このステージはね、海外のモッドとかを作ってる天才 YouTuber ストリンギーさんにこのね、マップをいただきました。ストリンギーさんが作ったハルク、めちゃくちゃ作り込まれてるね。うおー、じゃあこれを頑張って壊していきたいと思います。じゃあまずはね、早速よし、パトカーに乗ってやっていきましょう。さあ行くぞハルク、パトカーで体当たりしていこう。うおー、よいしょー、うわー、オッケー。もう思いっきりパンチされたんだけど、やばい。でも足の方ちょっとえぐれたね。いい感じに削ってていった。パンチの威力やばいな。さすがバカ力のハルクだね。うこっち側のパンチもあるのか。じゃあこの車でやっていきましょう。さあ行くぞー。うおー、全てを破壊したい。わー、こっちが破壊された。また思いっきり殴られたね。やばい、なんだここ裏世界に来ちゃった。わあ、あ、戻ってきたね。やばい、あっちに吹っ飛ばされたってことか。ハルク今回手強いぞ。前回はね、ハギーワギーで遊んで、まあハギーワギーはね破壊できたんだけど、ハルク完全破壊できるかな。じゃあ次はこれでやっていくぞ。おっと、待ってね。さあこの位置からよいしょー、いいぞ。おー、貫通した。ハルクの大事な部分を貫通させることに成功しました。よし、この調子でハルクにダメージを与えていこう。さあ次はこの車、行くぞー。遅すぎる、ダメだ。勢いないのはダメなんだよね。マリカみたいな車だったけど、遅すぎた。よーし、じゃあこのトラックでやっていきましょう。この重量、このサイズなら、結構削っていけるんじゃないかな。後ろ開いちゃってる。さあ、行くぞー。よいしょー、ちょっと勢い足りないか。お、いいぞ、でも。少し削ったね。素晴らしいね。まだまだハルク元気がいいな。でも少しずつ壊していく感じがなんか癖になるな。よし、じゃあ次はこれでいくぞ。さあ行きます。よいしょー、ホケー、吹っ飛ばされた。こんなぶっ飛んだよ。仕方ない、こうなったら戦車を使って破壊活動を頑張っていこう。よし、一応これ弾も撃てるんでね、当たるかな。うわあ、ちょっと待って待って、やばいぞ。よし、ちょっと勢いつけてこっから行こう。行くぞー、よいしょー、来たー。うおー、めり込んだ。よし、まだ動かせる。よし、足をできるだけ破壊していこう。よし、弾もこれ撃てるのかな。お腹の方がだいぶ削れてきたね。でもまだハルクピンピンしてるぞ。あれなんだ、ハルク腕どうした。腕が取れた。あ、ちょっとこれ、ひびが入ってたのかな。吹っ飛んでったね。よし、ハルクの片腕を取ることに成功しました。
もう片腕も取っていきたいね。じゃあ今度はスクールバスでやっていこう。よし、この辺から勢いつけて、行きます。よいしょー、わっ、防がれたー。なにー、やられたねー。もうここ穴開いちゃったねー。バスの形で穴開いちゃった。ハルク、前回のハギーワギーと比べたらとんでもなく強いね。ここになんかスポーツカーみたいなのがあるね。よーし、ここに今回もじゃあ爆弾を取り付けてみよう。よし、くっつけるタイプの爆弾をつけて、これで少しは威力上がっているんじゃないかな。待て、ここでぶつかったら爆発しちゃうからね。よし、ぶつからないように慎重に。そりゃ、いきます。うおー、早いね、やっぱ。うおー、うおー、いいね。すごい破壊力だ。粉々になったね。うわ、なんかすっきりする。さあ今回は、おお、すげえ削れてきた。さあ次はこの謎のショベルカーみたいなやばい車、これでやっていこう。でかいね。これ世界一でかい車なんじゃないかな。ちょっとでかすぎて勢いがないんだけど、いけるか。うおー、ちょっと、いや、まだ生きてる。こっから削って、いいぞいいぞ。よーし、少し削ってきたんじゃないかな。よいしょー、オッケー。足の方も少しね、ダメージ与えたね。おー、なんか美しい姿になってきたね。ここにもスポーツカーみたいなのあるから、爆弾をこういう感じで取り付けると、さらに威力上がるんじゃないかな。怖い怖い。こんな車あったら怖いね。よし。慎重に、まずここね、慎重に活動して。さあ、こっから行きます。うおー、早いね。よいしょー。うおー、いいぞー。なんだなんだ、砕けてくー。ハルクもだいぶ削れてきたね。さあ、バスでやっていこう。バスのアタックを食らえ。うーん、よいしょー。どうだ、おー、いいねー。芸術的な壊れ方だね。よーしょ、この中に、うおー、ひたすら爆弾をくっつけて。よいしょー、こっちの方にも、オッケー。やばいやばい、飛び出ちゃった爆弾が。よし、ちょっとこれ運転が怖いな。ぶつからないようにね。よし、ちょっとこれ邪魔だな。いいよ。さあこっから、これもまたとんでもない威力差出しそうだね。そりゃ行きます。よいしょー、うおー、大爆発。見てください、ハルク、ちょっとスリムな体型になってきたね。お、いいよ、痩せてきたね。さあここにはフィッシュトラックがあるね。じゃあちょっと中をくり抜いて、じゃあこの中にね、爆弾を詰め込んでね、これとんでもないことになりそうだね。さらにこの辺にも、よいしょー、こういう、縦に向かって、これね、爆弾を取り付けると、上の方までハルクを破壊できるんじゃないかな。いよいよ、高い高い。爆弾タワーが、出来上がりました。うわ、とんでもないトラックになったね。よし。途中で、折れないよね。大丈夫、しっかりくっついてる。よし、じゃあこれでやっていきたいと思います。いくぞ、ハルク。さあ、これで削れるんだ。よー。さあ、見てください。ガリ・ハルクになっていきました。
本は削れてないね。でも体のブロックもだいぶなくなってきたね。完全破壊までもう少しだ。じゃあこのかっこいいスポーツカーに、じゃあちょっとね、頭まで爆発が食らうようにめちゃくちゃ積み上げよう。これよし、これで顔まで爆発するかな。うわあ、じゃあちょっともう一回ね、セーブしとこう。途中で爆発するかもしれないからね。よーし、じゃあここから行きます。さあ、くらえ、この爆発完プレイ。よいしょー、いいぞー、この位置いいね。音がやばい。見てください、顔を破壊することに成功しました。うわ、でも腕はまだ元気がいいね。今日は俺の負けだ。うわーうわー。さあ、今回はハルクの破壊活動を頑張りました。こんなになったね、いいね。まあ、このハルク以外にもね、いろんなキャラクターをストリンギーさんにもらったんでね、次回も別のキャラで破壊活動を頑張っていきたいと思います。それは、じゃあね。